今日の大谷のホームランが意味不明すぎる。なんでこれが入るのか。普通この打ち方だと外野フライだろ。よくて二塁だ。はい、化け物。さすがベーブルース超えや。なおえ、なおえ、なおえ。なんでこの体勢でホームラン打てるんや。一人だけゴルフボール打ってね。それくらい打球おかしいぞ。これだけ打ってなんで負けてるんですかね。やっぱ大谷よ。日本人として規格が違うわ。メジャーの中でも規格外なんですが。これでピッチャーって冷静に考えてやばい。 WWW 大谷のせいで感覚狂ってるけど、二刀流なんて普通はありえないんだよな。大谷以外未だにいないのが答えよな。正直大谷が欧米した翌年くらいには他の二刀流選手現れると思ってたわ。実際に投球しようと思ったら大谷くらいの身体能力に全てを野球に捧ぐストイックさが必要なんだよな。野球以外全て捨てるって普通無理よな。マジ漫画のキャラじゃん。重野五郎ですら恋愛していたという事実。大谷は重野すら超えてるわ。投手の次の日の大谷ってマジでボンズくらい打ってるイメージだわ。去年は登板翌日打率3割3分3厘ホームラン7本打ってるわ。えぐ。毎日登板させろ。なお登板日はあまり打たない模様。大谷すごい、日本人すごい、俺すごい。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに独自の視点でファンの声をまとめた動画を毎日発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。